この度はスターズパシフィックの YouTube チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。現在おりますのはトーランスという地域であります。トーランスはロサンゼルスカウンティの南に位置しておりまして、空港から15分ほど南に下ったところにあります。トーランスの魅力は大きく3つにあります。1つ目は学校区が良くて犯罪率が低い点にあります。2つ目はその立地条件でビーチから非常に近いっていうこともあります。で最後の3つ目はですね、アジアンスーパーマーケットや日本食スーパーやレストランが多く集っておりまして、日系駐在員も含めて非常に人気のエリアであります。そんな人気のトーランスで私が今おりますのはウィルソンパークという、ちょうどトーランスの真ん中ぐらいに位置しましたトーランスで最も大きい公園におります。テニスコート、バスケコート、ピクニックができるような広場、そして遊具、お子様向けの遊具が揃っている充実した公園ともありまして、ここの近隣の不動産は特に人気であります。トーランスの不動産はこのようなコロナ禍でも、私のイメージとしては市場に出てから1週間ほどでオファーが入ってしまったりですね、また価格が上昇も継続しているという点でですね、この人気が示されているのではないかなと思います。現在オープンハウスも非常に難しい状況でありますので、内覧をお手伝いいたしますので、お気軽にお声掛けくださいませ。